万光寺は、長野県伊那市高東町西公園にある浄土宗の寺院である。天正元年、当時は、新園山無料寺院、万光寺都市、武田信玄の切を受けた。浄土宗の旧王承認によって改装された。度重なる火災で初記録が消失したため、元禄以前は、住職の名前すら不明である。赤羽木には、天正10年3月2日、 おし正直の妻、柏し明しが、織田のぶ田の高遠工場の際、にし森信と共に城中にあり、噴戦の末に戦死し、放置されていた遺体が、万三寺重曹の皇王募賞によって同時に運ばれ、今に仮装に付したと記されている。一時、浄土寺と解消されたが、教法17年により、万光寺に服した。元禄以後、高遠城主、内藤氏の菩提寺となり、 元軍4年に再建した本堂は十二軒四面、三門の首郎ともに品の木を用い、禅光寺になぞらえて建てたので、今禅光寺、新州の火事とも呼ばれ、京都総本山千温院の自家松、六所として、触れ頭式を与えられた修門を支配し、多数の松寺を有した。江戸時代中期に再建された柄の大きさ、立派さは禅光寺と肩を並べるほどで、 いな一番の我覧であったとされている。高藤藩の老職、学者で高藤藩の重心として活躍した。明治17年85歳で没した。ありがとうございます。